はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ネガロギアアーゼウスです。さあ本日はですね、なんと衝撃の新制限、7月の11日適用の新制限において、ネガロギアアーゼウスさん2枚使えると2枚使えるんですって。これマジということで、今日はね、アーゼウスを2枚使える、まあ、強いデッキ何かなと思って、持ってきたんですけど、まあ、やっぱ一番強い2枚使えるデッキはね、基本的には十二獅子とかのそっち系のデッキだと思うんだよね。その、やっぱアーゼウスって基本的には1回出しはまあ、いいモンスターで2回出すっていうことあんまないんですけど、しかもなんか1ターンに1度しか一応上に乗る効果使えないから、基本的には。だから名称してやるからさ、アーゼウスにアーゼウスを乗っけるっていうのは1ターンではできないんですよ。次のターンまたいだらいけるけど。だから、なんか一旦2回出すことはないんだけど、要は2回アーゼウスを出しに行くことが容易なテーマで、かつエクストラがそんだけ余ってるテーマって、やっぱエクシーズテーマであって、かつ、やっぱその戦闘しやすい。まあ、十二獅子かなと思ったんですよね、僕は。で、今回は、十二獅子、誘発型十二獅子に、結構フルアーマロとか入れてる方も多いんですけど、ちょっとゴミ引きが気になったので、まあ、その辺 のカード全部抜きまして、誘発とメインデッキは12CC、ほぼそれだけにして、あとは、エクストラデッキこの辺で戦っていこうかなっていう感じの構築にしてます。 12CC2 回あると何が、あ、12CC じゃない、アーゼウスが2回できると何がいいかっていうと、やっぱまずですね、一発その12CC アーゼウスギミックでまくった後、もう1回まくり返され、もう一回まくり返すってことができるってことですね。まずね。はい。それと、一応、アーゼウスって、カード、自分のフィールド上のカードが破壊されると、素材供給できるっていう効果があるんだけど、こうすると、素材が中途半端になんか3とか、なんか1とかになることがあって、まあ、それでアーゼウス殴った後、もう一回アーゼウス乗っけると、素材が4とか2とかになるから、要は、アーゼウスにアーゼウスを乗っけることで、3ターン目とか4ターン目とか5ターン目くらいにもう一回アーゼウスの効果を使いに行けるっていう。まあ、これがまあメリットですかね。まあ、一応、いい感じの対戦を取ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。やっていきましょう。ダブルアーゼウスデュエルスタンバイ。あー、割と強そう。スタンバイで打っちゃうか。ディメンションアトラクターぶち込んじゃう説結構あるな。ぶち込むか。これなんかいつ打てば、ディメンションアトラクターの使い方わかんなすぎ。これいつ打っていいの。ドローフェイズを打っていいのこれ。マジでね、アトラクターの打ち方ちょっと詳しい方教えてください。よくわかりません、このカードいつ打てばいいか。まあ、なんか何かにチェーンして、なんか千葉からにチェーンして打つと、あまりにも性を実感できると言われてるんですけど、結局その墓地を送られたらやばいモンスターをコストにされるとか、そういうのもあるんで、なんか結構難しいところですよね。まあ、例えばイムセティとかの効果発動してコストで送られた後にディメンションアトラクター打ってもイムセティでは出てきちゃうとかあるんで、結構ね、なんかね、ディメンションアタックはいつ打つか問題みたいなのもあって諸説あるんだけどさ、まあ、とりあえず手札強いときは脳死でスタンバイに打っちゃっていいのかな、今回みたいな。結構強いんだけど、手札的には。なんかそういうときはなんか脳死で打っちゃってもいい気はする。あー、ドラコバックか。まあ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 いいでしょう。まあ、とりあえずディメンションアタックが辛そうなデッキってことが分かりましたね。こう勇者しか入ってない。ゴードンとりあえず打つか。一旦ゴードン打ちまーす。はい、ゴードゥンを打ちます。ゴードゥンの効果一応止めてくれたらそれはそれで嬉しい。それはそれで2枚ドローだよ。止めた方がよくないこれ。2枚ドロー、あー無理か。あー、まあでも手札は強いな。なるほどね。まあちょっと1回クシャトリラフェンリル出すしかないかな。クシャトリラフェンリル行くで、まあそうですね、まあ、天気発動かな。はい。まあ、これ止めても止めなくてもどっちでもいいけど。これ止めてくれれば、御の字だし、止めてくれなくても、まあ、回帰があるんで、まあ、どっちにしてもって感じですいません。あ、グリフォンライダーですね。はい、了解です。グリフォンライダー OK です。まあ、これ手数結構出ますね。十二獅子って意外と手数そんな出ないことあるんですけど、回帰が3枚あるんで、マスターデュエルなんてか知んないけど。で、クシャトリラフェンリルの効果でこれ吹き飛ばす。まあ、じゃあ開局打ちますか。これ開局自身破壊しかないかな。さすがに強い。はい、十二獅子の開局打ちます。で、開局効果を発動します。で、開局を叩き割ります。まあ一応ニビルケアはした方がいいのかな。まあ、ディメンションアトラクター中なんだよな。俺もディメンションアトラクター中なの結構忘れがち。
1、2、3、4回目まで行っていいから、だタイグリス重ねた上で、ドランシア出して、まあ、ここまでは行っていいね。ここまでは行って OK。これで4回目。で、ニビルケアして、これバトルフェーズ入る。やっぱバロネス出したらワンチャン出んのおもろいな。これってさ、これで攻撃したらいける?除外できるよね。ワイパーって。あ、どうする?相手モンスター除外する。あ、大丈夫。裏側で除外とか書いてないから大丈夫だ。裏側で除外とか書いてないから、これ除外できるわ。帰れ。じゃあな。で、2400取る。ライフ。OK! で、メイトゥまあ、アーゼウス乗っけると、ニビル振ってきて世界終わるんで、まあ、エンドですね。はい。これで、まあ、一応ね、妨害としては、フェンリル、ドランシア、ウララ、シグレなんで、二妨害消えました。二妨害消えました。やばいです。いや、マジ、ウララ、ウララ通れ。ちょ、ガンマやめて、ガンマは。ガンママジでやめて。ガチでやめて、ガンマは。おっしゃ、危ねえ。危ない。めちゃくちゃ危ねえ。ああ、まあまあまあ、これは OK。これはね、2体くらいしか出ないから、まあ、まだギリ耐えてる。2体出てきて、待って、ヌメロンドラゴンで殺さないよな。あ、ヌメロンドラゴン大丈夫だ。シグレあるから。シグレあるから大丈夫。マジやばいこと起きた。待ってくれ。さすがに。さすがに待ってくれ。レベル8、2体で死なないよな、俺。レベル8、2体並んで、まあ、ラバゴはしょらえるかもしれないけど、ディンギルス。これ、あれかな、アーゼウスとか、される感じか?あー、なるほど。王の棺でしょる感じか。あー、なるほどね。あー、なるほど、なるほど。そういう感じか。いや、これ、意外と相手、これ、ディンギルスしてセブンシンズ・アーゼウスした方が良かったんじゃねえのという説は若干あるけど、まあいいや。まあ、ディンゲルスの効果は無効にできるんですけどね。結局上に乗られて、セブンシーンズまで出されて、セブンシーンズでぶん投げられた後に、サンダルフォンか。あ、なるほど。サンダルフォン。まあ、別にいいんじゃない、サンダルフォンは。十二獅子、一応墓地から蘇生することはあるんですけど、まあ、これつくことは別にしない気がするんで、まあ、問題ないかなと思いますね。はい。アイフェクトベーラー、OK。まあ、弱くはないね。で、十二獅子の開局打ちます。で、開局爆破するしかないか。開局爆破、十二獅子出す。まあ、これはタソサイアーゼウス行った方がいいかな。さすがに。ワイパー残しといた方が良さげ。まあ、サラブレードもいいか。これサラブレードとかバイパーとかで打点高いからいいよね。で、まあ、ワイルドボーを出しに行きます。ワイルドちゃん出しに行って、ワイルドちゃん、そうね、ワイルドさんたち行く。5600削りきれねえから、これバトルフェイス入って、ダイレクトする。まあ、これアーゼウス2枚入ってるから、結構なんか雑にアーゼウス使いに行っても、もう一回ワンチャン出せるの強いよね。ほんで、しかもさ、これさ、今回さ、アーゼウス2枚入ってるから、なんか一旦アーゼウス流した後の要は3ターン目とか4ターン目かにもう一回アーゼウスできる可能性あるんだね。これめちゃくちゃおもろいよね。これめちゃくちゃおもろいです。非常に。で、タイグリスも出して、まあ、6歳に一応しといた方がいいんで、まあ、一応全部の、十二獅子は使うようにさせていただいて、はい。ドランシアちゃんは、本当はね、結構ね、メガトンゲールとかも入れたいなみたいなとこあるんだけどさ、まあ、ちょっとね、そこまでのエクストラデッキの枠がないんだよね。まずい、さてだな。サンダルフォン、これサンダルフォーン、これトップ、ここでた、このタイミングで使った方がいいか。まあ、一応、禁じられた人地図とか撃たれたらやばいから、一応撃った方がいいか。一応、念のため。まあ、入ってないとは思うけど、デッキトップ特殊召喚してたからとかでもいい気がするけど、まあ、一応アゼウス。まあ、近敵ケア。ケアする必要があるのかどうかかなり怪しいけど。まあ、なんでもいいな、これ。これでいいや。はい。で、すべてのカードを、墓地に送っていく。これ墓地送りマジきついっしょ。ホルス墓地送り激きついと思うの、これホルスさんマジでいや破壊されんけど墓地には送れんだよなみたいな。あー、ワンチャンあるかも。引くじゃん。あ、いやでもこれ確か旅路さっきフェネルで除外したからあんま何も起きないんじゃね。これそんぐらいはいいよ。そんぐらい OK。
で、私のターン入っていく。あ、宝剛来た。宝剛来たか、これ。え、これ宝剛さ、墓地送ったらワンあるんじゃね。これセットする、流す、で、戻すワンドロー入れる。戻すワンドロー入れる。宝剛さんの、あ、宝剛さん墓地効果、このターン使えないんだ。あ、この、あ、そういうことね。なるほど。あ、じゃあ普通に殴るしかないか。やべ、ミスった。まあまあまあ、でもまあまあまあ、まだアーゼウスの素材2個残ってるんで大丈夫ですね。はい、エンド。一応その、アーゼウスにアーゼウスどけられんの笑った。まあ今意味ないけど、アーゼウスにアーゼウス乗っけられんの笑った。おもろ。アーゼウスにアーゼウス乗っけられんのめっちゃおもろいんや。よし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 。で、ここで宝剛か。宝剛めちゃくちゃ強くて、あのエクストラデッキ回復できるんですよね。こうすると、エクストラデッキ戻りながら、あー、オッケーオッケー、強い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 、オッケー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 、これです。これがやりたかった。非常にね、この動きが強いですね。はい。十二獅子の開局を、ぶち込みまして、で、開局の効果を起動しまして、爆破しまして、一応ですけど、手札一枚あるんで、まあ、ドランシアとか出して、まあ、バトルフェール中に、まあ、出てくるモンスター、もしいればなんですけど、まあ、まあ、いないと思いますけど、一応ケアしましょう。ライカでいいか。ライカ出しに行って、はい。で、ドランシア出し行って、OK。よーし。さあ、バトルフェーズ行くぞい。バトル。アーゼウスでアーゼウス乗っけるシーン、ちょっと見したかったわ。対戦。ありがとうございました。さっきさ、アーゼウスの遊戯王ウィキ見てたんですよね。なんか、皆さん、アーゼウスの、効果名あるの知ってます？メガロギアカタストロフっていうらしいですよ。これめちゃくちゃかっこくない？メガロギアカタストロフっていうらしいよ。マジかっけえなと思って。いや、それね、ちょっとね、効果使うとき言っていきたいね。これお得意様来ましたね。これクシャトリラーデッキは結構お得意様で、割とアーゼウスさん結構通るんですね。割となんで、割とそのまあ後手、今回後手でディメンションアダプターぶん投げられましたけど、まあ、12獅子だったら、まあ結構お得意様というか、まあ、まくれる対面なのかなっていう気がしますね。まあ、なんでかっていうと、そのアゼウスのメガロギアカタストロフがめちゃくちゃ通りやすいできないからですね。メガロギアカタストロフ打ち込みてー、これマジ。クシャトリラシャングリラ、何なんだこれ。あれか、全面封鎖してくるやつか。ああ、アライズするやつか。あ、オッケー。アライジングハーツ来た。アライジングハーツ来た。で、カード決まセットね、オッケー。アライズハーツ3素材あるから、アライズハートをなんとかしないと、基本的には、まあ、1枚除外されちゃうんですけど、12獅子きすぎだな。大集合してんな。まあ、3戦でパクリに行きたいですね、なんとかして。まあ、だから、アライズハートの効果を使わせるのが、まあ、大事かな。ユニコオッケー。とりあえず絶対使ってくれるから、こっちから行くか。こっちから行って、で、これで、これを除外すると、アライズハートがブチ切れて、おふざけ、何除外してんだって言われるから、何除外してんだって言われるから、これ出すじゃないですか。で、アライジングハーツが、これ効果発動しない方がいいか。ユニコーンあるもんな。なるほどね。了解。お前な、効果使ったらモンスター効果。お、ちょっとお前モンスターよこせ。お前効果使ったら、モンスター効果使ったらちょっとよこせ。あ、はい、アライズハート効果了解。まあこれは12指示が飛ぶ。まあまだ召喚権使ってないで、まあなんとかなるかな。 OK です。まあちょっと一旦ユニコーンをいただきまして、でアライズハート君の効果起動されまして、ビッグバンの効果で回収出てくる。 OK です。了解です。はい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 、了解です。了承しました。っていうかこれあれか、アライズハートもらえばよかったか。結局これユニコーン出てくるんだったら、結果ユニコーン出てくるんだったら別にユニコーンじゃなくてよかった説あるけど、あれは多分無限法要とかだと思うんですよね。ああ、まあそれで処理されるのか。強いな。オッケー了解。あれ多分無限法要だと思うんで、まあ十二獅子重ねて殴るに行きゃまあ大体大丈夫かなって思うんですけどね。まあはかなか無限法要ぐらいだな、伏せカード。ちょっとまあ枠をこそ押すって可能性もあるけど、
まあ、今あんま関係ないディメンションアタックサー中だからね。で、ワイルドボーを出していって、まあ、一応これで殴りに行きますか。はい。さあ、800打点でバトルいきますよ。さあどうしますか。まあ、無限包囲を打たれても、ダイレクトアタックできないだけで、なんかその壁にアタックはできるか。大丈夫。よし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 、とりあえず800ダメージ取った。メインツー、まあ無限包囲でもガメる可能性あるからな。とりあえず、脳死で全員重ねます。メガロギアアーゼウスさん2体のめっちゃおもろいな。エクストラデッキになんかすごい違和感。OCG の方でも1年くらいしかアーゼウス2枚以上使える時期間なかったんですよ。1年ちょっとだったと思うんだけど、確かアーゼウス結局1年ぐらいでまあ制限カードに指定されて、ずっと制限カードのまんまなんで、2枚入れられた時期がほとんどなくて、まあ、マスターデュエルはもともと制限カードで実装されてたから、もうずっと1枚だったんだよね。だから2枚に、アーゼウスが2枚の環境を、体感してるの多分世の中で、なんかほぼいない気がする。うん。さあ、ネガロギアさんの効果使っていきますよ。うおどれでもいいか。これディメンションアタックだからあんまり関係ないやつがいいか。メガロギアカタストロフ無限包囲、ここまでは読んでいました。うおメガロギアカタストロフ2連打。うおどりゃー。さあ全てのカード墓地をくれつーオーケ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 ー。まあ、ちょっとアーゼウス3期になってしまいましたが、お、なんだなんかチェーンあるぞ。あー、そうか、パーピアさんのが強えな。マジか、うざすぎる。マジ。まあでもどっちにしてももう一回流せばいいか。ユニコーンオッケーっす。了解です。ちょっと召喚剣がもうないんで、もうこれ開局がな、先に使わないと、除外カードがなくてさ、アライズハートの効果使ってくれなかったかもしれないからね。あー、まあそれはいいです。ユニコーン効果起動します。まあ一応まあパーピアスとか全部使ってもらって、あ、まあ、バースミはバースとか パーピアスとか全部使ってもらって、ターン1の効果全部使わせてからのがいいかな。あーでもそうなんのか、強えなマジ。これバースでこれあれか、場面もう一回形成される。これレベル7 2体で一回踏まなきゃいけないもんね、こっちね。まあビッグアイだよね。まあそうなんだよな、まあ、これパクられるから打つしかないね。打つしかない。いやでここからバースか、こっからのバースキッチこっからのバースキッチ。いや、もう一回アーゼウスすればいける。もう一回アーゼウスすれば回る。で、バース効果発動して、まあ、そうですね。はい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 。了解です。キッチ王がキッチ。これあれか。これでさ、なんかやばいこと起きるか、ここから。ここから、あ、バトルフェイズか。オッケー。なるほど。で、クシャトリラフェンリルで、ああ、OK、ライフ取りに来たね。了解です。まあ、それはいいわ。エクシーズモンスターが一応戦闘しないから、向こうのアゼウスも一応出てこない。で、まあ、殴られる。いやー、これ結構やばいなー。こっからどうなるんだろう、相手のデッキ。ああ、シャングリラか。あ、まあ、でもシャングリラだったら別にいいか。シャングリラだったら別に大丈夫。はい。で、私のターン。ドロー増殖して、おせえバカバカ、おせえなおめえマジで、おせえはバカタレが。でシャングリラ効果。いやーまじ、あ、ここじゃねえよなまだ。はい、ちょっと G は次のターンの展開に取っておきましょう。相手のじゃないとこれ相手の手札一枚なんだろうな、ちょっとわかんねえな。まあ一旦こっちから行くしかないか。まあ、ラム召喚して、まあ、これどうせ大体たうーわーマジ、これおかわりアーゼウスできるけど、これおかわりアーゼウス何枚ドローさせんのみたいな話あるよね。いやーこれどうしよう、これ一旦ちょっとアーゼウス権だけ、ネガロギア権利だけ獲得しておいて、でこっからだよな問題は。いやー一応こっち行くしかないか。手札何枚だ、3枚か。いやーだ、1回アーゼウスでなんとかできるから、これ1回アーゼウスででもなんとかするしかない。 G が重すぎる、あまりにもちょすごいドローさせるからね。おかわり6素材アーゼウスみたいなことしたらありえない量の
何ドローが相手に入っちゃうので、まあこれ出てくるますよね。まあちょっと一回これで増殖数字打たせてもらって、これ通っていただきます。ちょマジでこれだけ通れ、マジで。あ、オッケー通った、オッケー。いや通ったらまあ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 、ワンあるな、ワンある、ワンある、ワンチャンある。でゼウスで流すこともできる。でゼウスを踏みに来るしかないから、相手は何かしらの効果で。さあどうするかって話ね。まあリトルナイトでも何でもエクシーズモンスターでもアライズハードでも何でも、あーまあそうなるよね。そうなってくるとこれ、え、もしかしてこれあれ、バースで俺死ぬあーでも大丈夫か、バースが流せるから大丈夫か、バースが流せるからバースは大丈夫。いやこれマジでクシャトリラ2800、オーガとか引かれてたら負けるぞ俺、オーガ引かれてたら負ける、ガチでやばい。ちょっとマジでやめてください。でアライズどっか行く、やばい、マジでマジでマジでやめて、マジでオーガだけやめて、あーディアクションオッケー。いやオーガだけマジでやめて、叫べばいい、もう叫べは最悪どうでもいい、もうセット、あぶねーあぶねーあぶねー、マジあぶねー。貪欲な壺とか欲しくなるんだよね、 12cc 使ってると。エクシーズオンスターバンバンエクストラ力がなくなっていくから、それ回復させたいくなるんですよね結構。あ、墓穴いらないな今で。まあ一旦ちょっと、そうですね、エクストラガチで足んねえなこれ、マジやべえわ。ドランシア出す、はい。で1600、一応殴るに、あ、これ一回素材入れた方がよかったか、一回素材入れてから素材外しての方がよかったな、ミスった。これあれ、あ、やべえ、これディメンション、じゃあ次元の下げ目中か、え、次元の下げ目ってでもこれあれか、あ、そうだ、墓地行くわ、神、オッケーオッケー、墓地行くのはいい、墓地行くのオッケー。あー、で無限法要了承、無限法要了承、あ、これマジで一個素材入れた方がよかったな、これミスりましたね。これあの素材一個供給、無限法要なんだから一回なんか何かを経由して、モンスター何か経由して出した方が良かったね、ドランシア一応。やべ、時間ね。でこれはタイグリス行くから一回ですね、ドランシア特殊召喚からのタイグリスムーブかな。はい、ドランシア出す、でドラちゃん出して、タイグリスちゃん出して、オッケー。でタイグルちゃん効果発動する、で素材供給する、まあ一回モルも、はい。で天気持ってくるのバイパーでしょこれ、でバイパー加えといて、ダブルバイパーの状態にしといて、これでやっぱちょっとマジで時間ねえ、真面目に時間ねえ。でバイパーでタイグリスの下重なって、オッケー。で打点1300、あと何回殴ればいいのこれあとこれ俺何回殴ればいいのみたいな話あるけど。でセット、まあエンドっすかね、未来竜王、未来竜王しない方がいいか。これで一応まあ、何引かれても、まあ、墓穴もあるしね。うーわ、強っ、やばい、負けるかもしれん、これマジで負けるかもしれん、本当に次元の坂目は今結構どうでもいいんだけど、てか次元の坂目刺さんねえな、あんまり 12cc 自分たちも入れてはいけるな、これ自分たちも一応入れられるぞ。あ、次元の坂目2枚目は OK です、はいはい。あー、なるほど、通常召喚プラネットパスファインダーとかかな、多分プラネットパスファインダーとかな気がしますね。これバイパー召喚して殴っても足んねえな、これバイパー召喚して殴って入れても足んねえな。未来領域か、じゃあ一応念のため、まあ一旦未来領域行きますわ。タイグリスもライカいねえしな、ちょ、なんかあれだな、マジで貪欲なって欲しいわ。なんかあの 12cc の方向みたいなこと入れるか、あのなんかあの戻せるやつあるんだよね、あの エクストラデッキのカードをエクストラデッキ戻しながら、なんかエクサテックか 12cc か 12cc を戻しながら、なんか
ワンドローするみたいなカードあって、トラップカードであれ入れますかね、一応。でドランシア出す。でもさすがにエクストラデッキリトルナイトしかないという話ある。リトラしかねえのマジやべえ。はい、で増地が除外されて、で未来竜王さん対戦でぶん殴る。いやこれなんとかなったんじゃない。でグルラもあるしね、一応ね。でハッカー穴もある。でハッカー穴かんでもあれか、あんま除外できねえか。何を除外してもあんま関係ないよ。次元の先まで戻るんです、ちんと。まあ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 、モンスター効果使ってくるようなら未来竜王使うし、モンスター出てくるようならドランシャで破壊するしみたいな感じなんで、いやマジでエクストラ足んねえわ本当に。アップねえ、よかった。モンスター引かれんくて、マジでモンスター引かれてたらガチで終わってた。いけ、オッケー、対戦ありがとうございました。激闘、貪欲なツボ来たー。貪欲なツボ来ちゃー。貪欲なツボちょっと入れてみたんですけど、なんか仕事してくれるシーン撮れたら嬉しいですね。貪欲なツボマジでさ、 12cc 一回展開し終わった後とはめっちゃ相性良くてさ、なんか例えばアーゼウスとかでめっちゃまくった後に貪欲なツボっていう動きするとクソ強いんだよね。エクストラデッキめっちゃ回復して2枚ドローするからさ、バカ強くてさ、まあ、通ったら、まあ、先行ショットみたいな、こういうね、まああの時に引いてもあんま使えないから微妙なんだけど、後で引く時の貪欲なツボめっちゃ強い。まあ方向でもいいけどね、 12cc のモルモラットとかも落とせるし、12cc カードであれば、まあセットしても強いし。で王の引きさんの効果使って、まあ、ホルススネークアイみたいな、なんか謎のデッキ来たよ。アッシュデッキだなこれ、ホルスネね、ホルスネ。ちょっとホルスネやばいな。でスネークアイポップルスが、セッティングされて、現在砲打たれる。炎王、ポニックス出てくる。インペルノイドデカトロン、はは、ちょ、どういうこと、わからん、なにこれ、謎すぎる、なにこれ、なにこれ、インペルノイドデカトロンで、まあメイデン作る、なるほど、メイデン効果、ブラックガーデンで何かやる、なるほど、はははは、なるほど、ブラガー効果、王の棺効果、はい、あ、エフェクトベーラー切る。で、ホルスを送っていく。で、いっぱいホルス出てくる。なるほど。なんだこのデッキ。わからん。なんや。無限包囲ケアか。いや、ガーデンに撃たれたらあんま見ないしな。さあ、ブラックガーデンの効果によって一生、ホルスが出てくるたびにトークンがめっちゃ出てきますね。はい。トークン無限生成地獄が、開催されますね、これね。はい。はい、でブラがめっちゃモンスターくれるやん、めっちゃモンスターくれる、だるいな、そのモンスター処理してるの結構きつくねこのデッキ。マジでクシャトリラユニコーンアドバンス召喚以外無理やねんよ。コーディネラル、え、やばいことしようとしてるぞ、待ってくれ、天章のコーディネラルはさすがにやばい、さすがにやばい、インフェクションバウゼブル、あれこれやばいやん、これやばいわ、あ、これやばいわ。やばいやばい、これハエブチ切れてきた、これまずい。ちょ、コーディネラルさんちょっと落ち着きましょう、一回ちょ一回、うーわやばい、ちょヌメロンドラゴンやばい、ヌメロンドラゴンは打点が0なので打点が下がらない。でヌメロンドラゴンの効果で、ランクの合計分打点かける1000アップするんで1万7000になる。でコーディネラルでコントロールダッシュ、はい、イライラ、イライラ、バルゼブルさん落ち着きましょう、バルゼブルさん、バルゼブルさん落ち着いて一回